名古屋駅の近くに可愛すぎると話題の動物クレープの店が。作るところを覗いてみると、クレープに棒のようなものを突き刺し周りを生クリームでデコレーションしていきます。こうなり終わりますね。するとだんだん形ができてきました。現れたのは白いモフモフの毛に覆われた動物。鼻や目などのパーツを加えて完成したのがこちら。白くて可愛いアルパカ。確かにアルパカだ、うん、可愛い写真で見るよりもめちゃくちゃ可愛くて、ちょっと心が痛みますねと躊躇しながらも頭からかぶり右耳からなんかクリームたくさん入ってますね。美味しいです。一方別のお客さんの手には茶色い動物が。実は白いアルパカが期間限定で茶色いトナカイにあ、トナカイ、確かに角がある。チョコレートホイップの毛にプリッツェルの角をつけてアルパカのルカちゃんならぬトナカイのルカちゃん香港からインスタグラムを見てやってきたという女性は。おいしい、可愛くて美味しい動物、これだけじゃありません。他にもあるんですね。ストロベリーホイップの中に雪見大福とスポンジを入れ、グレープの上に2段重ねて鼻と目をつければ。何ができるんだ。あ、雪だるま。豚さんが3匹重なったコブちゃん。豚さん可愛い。こちらはチョコレートホイップの毛で覆われたハリネズミのハリー君。顔は雪見大福が入った生クリームでできています。よくできてますね、うん、ユニークな動物のクレープ。作ったきっかけを聞いてみると、ネズミ年にちなんだクレープを作ろうと思い、ハリネズミが好きだったのでハリネズミのハリーくんが誕生しました。アルパカはモコモコしたクリームの感じから、まあ、可愛いっていう発想できたものだになります。一方可愛さが売りだけにこんな苦労も。動物のあのパーツとかいろいろ手作りしてる部分があるので、それも大変なんですけれども、動物の顔のパーツの配置がちょっとでも違うと可愛くなくなっちゃうんで気をつけてるポイントですかね。やっぱ黄金バランスがあるんですね。期間限定で登場したクリスマスバージョンは今月24日まで。さらにこれは何だろう、明日から金山にキッチンカーがオープン。金山限定のライオンのライ君が購入できます。